新型コロナウイルスの影響で厳しい状況が続く中、神戸空港はこのほど開港15周年を迎え、今日記念のイベントが実施しました。神戸空港は先月16日、開港から丸15年という節目を迎えましたが、緊急事態宣言が出されるなど新型コロナウイルスの影響でイベントが延期となっていました。今日の記念イベントでは搭乗客に記念品が贈られました。もう15年か、早いですね。乗る人が少ないと存続自体もやっぱりね、他の地方の、ね、空港とかもやっぱり危ないっていうのもよく聞く話であるので、なんとか頑張ってほしいです。韓国とかここら辺だとどこあるな、台湾とか、まあ、近場の便とか国際線とかも増えたらもっと使いやすいのかなって思います。神戸空港は2006年発着枠1日60便で開港、おととしには官民で作る関西3空港懇談会で発着枠が1日80便まで拡大することが合意され、旅客数は2017年以降過去最多を更新し続けました。しかし新型コロナの影響で去年の旅客数は前の年に比べマイナス 52% の163万人と過去最低まで落ち込みました。